この春より日本赤十字社にご就職され、公務とのバランスを取られることになる愛子さまのご活躍が注目されています。愛子さまはその優雅な存在感で多くの人々を魅了しています。一方、遠く離れた英国ではウィリアム王子とキャサリン妃のご長女シャーロット王女に対する期待も日増しに高まっています。シャーロット王女はその若さにして国民の心をつかむ存在となっています。両国のプリンセスはそれぞれの国で重要な役割を担い、将来への希望を象徴しています。英国王室に詳しい専門家によると、愛子さまとシャーロット王女には多くの共通点があるそうです。この春から日本赤十字社で新たな勤務を始められる愛子さま、天皇陛下は2月のお誕生日に際しての記者会見で、愛子さまが福祉に対して抱かれている深い情熱に触れ、福祉を通じて人々のために尽くしたいというお気持ちをお話になりました。また3月8日には愛子さまがお住まいの皇居で今後勤められる日本赤十字社の社長らとともに能登半島地震に関する説明を両陛下とともに受けられました。成年皇族としての公務への参加も徐々に進み、その存在感は日に日に増しています。そんな愛子さまについてあるジャーナリストは次のように述べています。国民からの支持や期待の高まりを見ると、愛子さまは英国王室のウィリアム王子とキャサリン妃の長女シャーロット王女とともにプリンセスとしての生まれながらの気品と堂々とした品格で自然と世界の注目を集めていると感じます。シャーロット王女に対する期待が高まっていることは、公の場で示しているしっかりとした態度と王室の重要な行事での役割からも明らかです。若いながらにしてすでに多くの人々から尊敬を集めており、将来のロイヤルファミリーの中心的存在としての成長が楽しみです。愛子さまとシャーロット王女がそれぞれの国でロイヤルファミリーの重要なメンバーとしての役割を果たしていく様子を見守るのは多くの人々にとって興味深いことです。両者ともに若い世代のロイヤルメンバーとして今後も注目を集めていくことでしょう。愛子さまとシャーロット王女の共通点についての情報は、両者がロイヤルメンバーとしての存在感や品格を持っているという点で一致しています。愛子さまはその優しい笑顔や上品な振る舞いから香淳皇后を思い起こさせると言われ、シャーロット王女は貫禄のある顔立ちや動作がエリザベス女王に似ていると評されています。これらの特徴はそれぞれが国民からの人気や期待を集める要因となっているようです。また愛子さまは日本赤十字社への就職と公務の両立が始まり、シャーロット王女も公務において期待が高まっていると報じられています。愛子さまは宮殿行事やケニア大統領夫妻を招いた昼食会に出席するなど、成年皇族としての経験を積んでいます。シャーロット王女も若干ながら公務に参加し、そのしっかりとした態度が注目されています。愛子さまはその優雅なお手振りと微笑みで私たちの心を温かくしてくれます。毎回その振る舞いはより洗練され、愛子さまの自然な品格が際立っています。生まれ持ったプリンセスとしての風格はその存在感だけで周囲に敬意を表します。愛子さまは沿道の人々に手を振られる際、控えめながらも心温まる笑顔を見せてくださいます。この春からは公務への本格的な取り組みが期待されており、私たちもその活躍を楽しみにしております。
飾り気のない真のプリンセスである愛子様への期待は日に日に高まっています。国民の皆様が愛子様の成長を心待ちにされていることは大変嬉しく思います。愛子様はお顔立ちが天皇陛下によく似ていらっしゃいますが、雅子皇后様の優雅な仕草やお化粧のセンスもお持ちのようです。洋装に身を包まれた際の品格ある振る舞いは女性としての上品さを感じさせます。私たちは目に見えるものから多くを学びます。小さな頃から両陛下のそばでさまざまな教育を受けることなくとも自然と知識や行動が身につくものです。それは深く尊敬し支え合うことから生まれる家族の強い絆によるものでしょう。この絆は単なる心の現れや外面的な態度にとどまらず、国民一人一人の安心感にもつながっています。そして私たちは自然と愛子様への期待を寄せることができるのです。愛子様がこれからどのようなご活躍をされるのか心から楽しみにしています。香淳皇后のお名前を耳にすると皆様もきっとその優しい微笑みを思い浮かべることでしょう。その穏やかさはまるで静かな湖面のようです。そんなお人柄はどこから来るのでしょうか。年の宮愛子様もまたその微笑みだけで私たちの心を明るく照らしてくださいます。そして陛下と皇后陛下は常に感謝の心を忘れず、周囲の人々に対しても温かいお心遣いをされています。その素晴らしいご家庭で育たれた年宮愛子様は見事な女性へと成長されました。愛子様は内面と外見の両方が素晴らしく、欠点を見つけることは非常に困難です。愛子様の高貴な品格と知性にあふれるオーラは私たち国民を深く感動させ、心を捉えて離しません。多くの国民が愛子様を次期天皇として心待ちにしていることでしょう。未来の日本を象徴するお姿として国民を温かく見守り続けてくださることを心から願っております。今回の動画は以上となります。今日も最後までご視聴ありがとうございました。気軽にコメントをお寄せください。この動画に対していいねボタンで評価いただけると嬉しいです。これからも皇室に関する動画をお伝えしていきますので、あなたのチャンネルの登録をお待ちしています。それでは次回またお会いしましょう。